はい、皆さんこんにちは、ワンダリカルビッシュです。では今回は提督の決断をパープギットドイツプレー、続きやっていきたいと思います。前回ですね、次期主力空母として、設計、製造を行っていた大型要塞型空母7プラザ型の空母を8隻投入しました。さらに4隻建造中です。でそこに乗せる戦闘機、偵察機、爆撃機に攻撃機、これエンジェル型4種類すべて実戦に投入済みということで、これもですねどんどん、生産を増やしていきたいなというふうに思っています。今回はですねもう一気にアメリカ軍を叩こうということで、残されたアメリカ軍の重要拠点3つ、すなわちハワイ、西海岸に東海岸、この3つをね一気に最終回スペシャルと題して攻略を行っていきたいというふうに思っています。では早速プレーの始めていきましょう。まずですね、主力艦隊がレイテに入ってるんですが、このレイテがね、すでに輸送船が不足してしまっているので、輸送船をガツッと作りましょう。で、それをレイテに配備して、ここでさらにアルミをね、大量にゲットしていきます。で、レイテに入っているこの艦隊、無傷なので、このまま、小笠原沖へと進めていきます。で、小笠原沖にはですね他に艦隊進める予定で、南シナ海からもね艦隊小笠原沖に向かってますので、この艦隊もね、必要に応じて投入を図っていきましょう。では時間を進めます。もう航空機は都度から都度から作っていきます。作るのはエンジェルの爆撃機、これも作れるだけ作っていきましょう。で乗せられるだけ乗せていきます。アイルランド沖に停泊している艦隊、これにもね乗せていきましょう。第11艦隊アウドムラ、もうこれもね航路艦中の航路艦ですからね。直縁機がメーサシュミットになってますが、爆撃機がエンジェルの爆撃機にエンジェルの攻撃機が入っているので十分でしょう。ただエンジェルの攻撃機の数が少ないのでこれ増やします。でミーミル、これにも最新鋭機を乗せていきましょう。さあ小笠原沖です。ドイツ第一、第4、第6と。まあ、昔はね、主力はこの第1艦隊だったんですけども、今は主力は、変わって第4、第6艦隊になっていますが、それでもバカラのね、爆撃機積んでるので、十分に戦えると思います。さらに一部ですが、エンジェル型も最新鋭として投入してますので、この3個空母艦隊、これを投入していきます。日没と同時に戦闘を始めていきましょう。さあ敵の艦隊を発見してる？発見してるね。むちゃくちゃな数の爆撃機、攻撃機が飛んでるな。小笠原を一瞬にして火の海に変えたと言ってもいい。圧勝ですね。敵の艦隊に仕事をさせなかったと言っていいんじゃないかな。まさに圧勝でしたけど、物資援助は石油を送ります。もう石油全然持ってないからね、彼らは、日本軍は。で艦隊の航路にスパイを散らしておきましょう。で生産するのは最強のエンジェル型。このエンジェル型にね勝るものいないですからね。ちなみに興味本位で、艦上の戦闘機最強のものを今作ろうとするとどうなるんだろう。最高速度をベースにホルテン、うわかっこいいねホルテン。
風船能力は、まあ、6門として走行マックス、航続距離が8000、可能、ステルスも装備。うわ、これでこの性能か。むちゃくちゃだな。1トン爆弾は無理だとしても、500キロのロケット弾積んで、航続距離が8000。これむちゃくちゃ強いのできるね。まあ、もう、作らないですけどね。そしたら、エンジェルの攻撃機、偵察機をいくつか作っていきましょう。で、簡単に積んでいきます。いやー、本当にね、空母に関して言うと、艦載機の能力で全て消すると言ってもいいんですけど、ここまで艦載機がね、充実してくれると安心感しかない。他、ちょっと空母を散らしていきましょうか。オーストラリアに入っている空母、アズガルド、これにも最新兵器を乗せていきましょう。直縁は、エンジェルの戦闘機。これむちゃくちゃ余ってるね。あんまり人気ないのかな。直縁もエンジェルの戦闘機で、エンジェルの攻撃、エンジェルの偵察。いいね。この1個だけでも相当な戦力になるぞ。第3艦隊が、ラバウルに入ってますね。これも最新兵器にオールチェンジしていきます。直縁がエンジェルの戦闘機。で、護衛もエンジェルの戦闘機へとチェンジしていきます。ちょっと護衛の数が少ないかな、こうやって見ると。で、エンジェルの爆撃機がない分、エンジェルの攻撃機があるんで、まあ、これでなんとか補いましょう。で、偵察機はエンジェルの戦闘機、偵察機ですね。これでいきます。そうすると、ラバウルに入っている、この第三艦隊を、そうだな、一旦三五階に入れて、オーストラリアに入っている、第二艦隊、これと、3、5回でガチャンコしましょう。で、第5艦隊は、希望砲に入っている。このインデルですね。これにも最新駅乗せていきましょう。エンジェルの攻撃。バカラの重爆。できればね、バカラを全部エンジェルにリプレイスしていきたいなっていうところなんですけど、いかんせんアルミがちょっとまだ足りないですね。さあ、そしたら、小笠原沖に入っている艦隊、3個艦隊ですね。これを、まずはミッドウェイまで進めちゃいましょう。連戦になるんですが、まあ問題はないかなというふうに思ってます。もうこの辺りは完全に、満身があると言われれば、それまでなんですけど。まあ、それほどに強いですね。日没と同時に海域に侵入。特に第四艦隊はもう最強の艦隊と言っていいと思うんで、空母が4、戦艦が2という数ですね。さあ、敵の空母艦隊ですね。もう何が起きてるかもわからないけど、ガリガリ沈めてくれてるんだなっていうのはわかる。しっかり偵察機飛ばして、張り付かれないように。攻撃戦にだけは持ち込まれないように気をつければいいかなというところですね。
さあこれでチューブ太平洋も取りました。もう完全な一方的な殺戮が始まってますけど、もうこれでも第二次世界大戦期のまさに日本とアメリカの立場と同じことが今行われてますけどね。エンジェルの爆撃機を数作っていきます。さあミッドウェイです。まあさっきの対戦ではミッドウェイでアメリカ軍の前に日本軍は散りましたけど、ここはね逆ですね。アメリカ軍を粉砕していきます。多分ねアメリカ軍艦隊いないんじゃないかなと思うので、いやいるね。ただ大型艦はいなそうですね。もう本当に一方的だな。この程度の敵の艦隊規模だと一瞬で蹴りがついちゃいますけど。さあこれでスードリはじめさらに4隻の空母が完成しました。では3号艦に集結している艦隊ですね、これを南太平洋へ出していきます。で、新しい艦隊、新建成、第8艦隊として、空母、作りましょう、入れましょう。ただ、今見てもらった通り、ちょっと全然、随伴する艦艇が足りないので、随伴艦として、まあ、いつものということになっちゃうんですけども、防空艦ですね。これを、そうだな、5隻ほど付けましょうか。もう、本当に空母が前に出るというシチュエーションはあまり想定していないので、随伴艦も最悪の最悪取り憑かれた時の弾よけとして、使えればいいかなというところですね。空母の艦載機の桁が違うので強さも7プラザ型マジ最強だな。じゃあ航空機はさっき爆撃機の数作ったので、戦闘機はちょっと余っていたと思うので、攻撃機ですね、エンジェルの攻撃機、これを数作っていきます。乗せていくにはちょっとまだ数が足りないので、このままにしておきましょう。さあ南太平洋の方ですね、2個艦隊ですが、ここにエンジェル乗せてるので、まあ、無難に勝ってくれるかなと思います。ただ、空母の数がね、少ないので、まあ、そこだけはね、注意ですね。敵の空母がいるね。エンジェル乗せてる分、雨でも一応出撃できてるんで、この間に削れるのが大きいね。結局、空母に取り付かせることなく、戦いを終えられそうな感じがします。さあ、夜になって、なお有利という状態が作れるので、ここで地味に500キロのロケット弾なんでね、1トン爆弾に比べるとどうしても火力不足というのはあるんですけど、そこはアングルドデッキと艦載機の数でカバーして、確実に敵の飛行場を夜間のうち、あるいは雨のうちに潰しておきましょう。アングルドデッキで発艦着艦スピードが上がってる上に、
飛行機自体の性能アップでスピードが上がってるんで、攻撃できる回数が単純に増えてそうな感じがしますね。正規空母ブーツヒルは取り逃しです。では南太平洋から艦隊をさらに進めます。行き先はマーシャル。で、一方、ミッドウェイに入っている艦隊。これはいよいよ攻撃をハワイへと向けていきます。ちょっと待ってね。ハワイってただ、情報は済んでないね。やることはやっておかないと危ないので。ハワイは一旦持ち越しましょう。マーシャルは絶対落とせるので、いや、そんな、絶対なんて言ってよかったんだろうかという気もするけど、ちょっと艦隊の数増やしてもよかった、空母の数増やしてもよかったかもしれないな。何、空母が大破、早くも空母が沈められてるじゃないか。マーシャル沖にこんだけの艦隊の規模がいると思わなかったぞ。マジか。正規空母3は確認してる。いや、アメリカ軍の方も戦闘機のスピード見ると速いね。相当に速い。なんで性能自体は相当良さそうですね。マーシャル沖にこんだけの戦力残された状態で先に進むの結構辛いな。とはいえ、まともに戦える空母は正規空母アスガルド一隻だけなんで、ちょっと厳しいかもしれないな。残ってたアメリカ軍の数、戦闘が終わった時に確認しますけど、多いよね。こうやって見るだけでも。待ってくれ、アスガルドが大破だと。撤退撤退。いやー、沈められてる。空母の数が足りないな。オーストラリアが一気に危なくなりましたね。いや、アメリカ軍マジで強かった。まあ、このまま一筋縄ではいかないと思っていたものの、ここまでとは。となると、ちょっと趣が変わってきますね。第7艦隊に編入する、まあ、護衛の巡洋艦、まあ、これは置いといて、これを急いで、オーストラリアまで持っていきましょう。10周もかかるけど。中部太平洋、マーシャル沖に一度進めよう、この主力艦隊を。それで決める。まさにこれが空母決戦だ。で、2周かかるんで、その間に、増強します。最新鋭のものにすべてオールチェンジ。
エンジェル2000闘機に全部変えます。護衛も変えるし、爆撃機もエンジェルにチェンジ。よし、これで第一艦隊は全部エンジェルに乗り換わりましたね。第四艦隊もエンジェルになってるはずなので、よしでしょう。エンリル攻撃機の数をちょっと増やすか。結局艦隊決戦になりそうなんで、偵察機はエンジェルの偵察機を7機で、攻撃機はエンジェルの攻撃機を少し増やして、エンジェルの爆撃機がないのか。護衛機はエンジェルをつけたいよね。エンジェルの爆撃機の数がちょっと足りてないですね。そしたらすぐにエンジェルの爆撃機、これ生産しよう。これがね、もう資源いっぱい持てるようになった今、助かります本当に。100機とか普通に、しかも高性能なものを、即座に投入できるっていう嬉しさ、安心感。艦載機、これはエンジェルの爆撃機を増強で、第6艦隊の方はバッハ増強します。護衛をエンジェルの戦闘機、ちょっと数が足りてないな。エンジェル自体が枯渇してるね。まあ、なんのこっちゃいって話だと思うんですけど、エンジェル言われても。エンジェルの爆撃機を増やす。で、リンドも大増強をかけてエンジェルの爆撃機をむちゃくちゃ増やす。これでミッドウェイからマーシャルへと3個主力艦を送り込みましょう。そうすることによって第7艦隊をオーストラリアに移動するんじゃなくて、アイルランド沖に送ることができます。さっきまでのドイツ軍とは違うぞ。主力の艦艇を送り込んできてる。ただアメリカ軍の方も空母相当な数出てますね。夜になっても雨が降ってきても寒暖なく飛行機を飛ばせる。いや、これも異常だろ本当に。四方八方からこんだけの数に攻撃されるって、ヤマトの気持ちですよねこれ。完全に粉砕した。味方はガルムがちょっとダメージ出てますね。まあガルムのダメージは出てるんですが、これガルムのダメージはハワイで直しましょうよ。というわけでハワイに向かいます。2週間後ハワイに到達です。敵連合軍ラプラタ。どういうこと？ラプラタに敵の艦隊？
ちょっとここはじゃあ早送りで進めちゃいます。まあ、ここラプラタ沖は取られてしまいましたね。ちょっと全く想定してなかった場所だけど、まあ、ラプラタなんて取られても一向に構わないのでいいでしょう。結局希望岬で、砲ですね、希望砲でしっかり、敵を迎え撃てればいいので無視、カンムシです、カンムシ。さあハワイ決戦、ハワイに敵の艦隊の数はあまり入ってなさそうだったので、まあ見極めながらというところになると思うんですが、まさかハワイに艦隊がいないってことはないと思うんで、いるよね。しかもどちらかというと高速艦だな。これはやっぱり攻撃機乗せて正解でしたね。爆撃機だとどうしても足の速い水雷戦隊相手だと効率が悪いんですが、魚雷だと仕留めやすいので、しかも追尾魚雷。この距離で攻撃できるってすごく助かるよ、本当に。マップの端から端、攻撃のレンジ内に入りますからね。で、雨が降ってきても、夜になっても、もう飛行機が飛ばせますと。ハワイ負けないよな。さあ、では諜報活動をさらに進めていきましょう。で、あとは攻略したハワイ、まあ資源はともかく金は取れるんで、進めていきます。で、ハワイでガルムを直しましょう。さあ、ではハワイに入っている艦隊、ガルムも直ってるので、これを一挙に西海岸へと進めましょう。で、一方アイルランド沖なんですが、ここに正規空母4隻入っているんで、この艦隊に積んでいく航空機、これを生産します。エンジェルの爆撃機全然足りないな、180で。エンジェルの攻撃機、これも全然数足りない。残りはエンジェルの爆撃機にしよう。これを、アイルランド沖の艦隊に積みましょう。全部エンジェルっていうオールエンジェルの構成にできなかったというのはあるんですが、まあ、数はそれなりに揃いそうです。で、おい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 、ハワイが取られちゃうのかい。了
完全に穴だったな。ま、またハワイ取り返せばいいだけなんで、なんてことはないです。さあ、敵の艦隊。戦艦部隊かな。さらに軽空母、護衛空母みたいなのが何隻かいますが、全部沈めましょう。さあ、残り2つの飛行場の位置探りましょう。もうちょっとマップ攻略本見ないとわからないですけど、偵察機じゃない、スパイを外しちゃってたんだな。油断するとすぐスパイいなくなってるな。まあ、ただ夜間も間断なく偵察機飛んでるので発見したい。こんな感じになりますね。上の方にね、確かあった記憶があるんですよね。ないか。となると下だな。何が起きたの？戦艦大破って。さあ、ハワイを取り返しに行こう。それにしてもなんでカイザーがダメージ受けてんだよ。全くわからない。カイザーがダメージを受けた理由が。カイザー、敵のなんか攻撃を受けてたんですかね。ちょっととそういう風には見えなかったんですが。で、ハワイが取られたと。スパイレベル確認します。ハワイ、OK だね。そしたらハワイに艦隊出しましょう。ただ、西海岸、これね、カイザー名乗ってる第4艦隊と第6艦隊でハワイを攻略しよう。で、第1艦隊は残します。また西海岸が取られるっていうことになるとちょっと面倒なんで。アメリカ軍は第3、第6艦隊が入ってますね。
まあちょっと艦隊にダメージは出てますが、沈んだ艦艇はなしですね。いや、気持ちいいほどに決まるね。そしたらハワイの艦隊、これを西海岸に置きましょう。で、アイルランドから艦隊出していきます。これで決める。最後は日本の艦隊も動いてほしいけど動かないね。空母はいないね、敵の方は。もう空母を出す余裕がないと見た。エンジェルだね、まさに。この戦いはエンジェルが決めたと言っていいでしょう、もう。最終的には。バカラを引っ張った甲斐がありましたね、でも本当に。のバカラを引っ張りに引っ張って、最終的にね、エンジェルを大量生産するだけのアルミを確保し続けたというのが、個人的には大きかったのかなと思います。お、西海岸に防衛か。これを防衛すれば勝ちだけど、防衛できるの？西海岸。なんか防衛できる気がしないんだけど。アフリカの西海岸がどうなるのか。ちょっとじゃあこのまま時間進めちゃいましょう。さあ、連合軍の手に落ちましたけど、アフリカの西海岸って別に重要拠点になってないから、このまま勝利ですよね。うん。全重要拠点、なんか最後、後味悪い感じにはなりましたけど。まあ、日独って言うけど、ドイツだよね、ほぼ。
というわけで、ここまで、最後までお付き合いいただけた方、本当に、ありがとうございました。提督の決断法パブキット、ドイツ軍プレイはここで終わりにしたいと思います。で、提督の決断シリーズはですね、次回、いつからプレイするかは未定なんですが、空母なし縛りプレイをやっていきたいなというふうに思いますので、ここまでね、僕は空母にだいぶ頼ったプレイをずっと続けてきているので、お前空母がなきゃ何もできないだろうと皆さん思っていらっしゃると思うんですが、そんなことないですよというのをですね、次回、空母なしプレイでお見せできればいいかなと。実際空母がないと何もできないんですが、そのあたりはちょっと皆さんから、アドバイスとかコメントとかいただきながら、空母なし縛りプレイ頑張っていきたいなというふうに思いますので、その時はまた、応援のほどよろしくお願いいたします。では今回はここまでにさせていただきたいというふうに思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。